では前回のあらすじ、すがる人々、ケセドニアに着くと俺たちのでっち上げだったにもかかわらず旅のスコアラーがいた。スコアの読み上げを読めさせようとした俺たちは絶句してしまった。そこにいたのはイオンだった。いや、イオンと同じ顔、同時期に作られたレプリカのシンクだったんだ。うすうす分かっていたとはいえ、本当に生きていたなんて。しかもシンクはバン先生が生きているという。シンクはモンスを使い捨てにするようなことを言ってスコアを求める人々と姿を消してしまった。イオンにそっくりのシンクを見てアニサはかなり傷ついたみたいだと思っていたら、ジェイドが実に鮮やかな手際でアニサにナタリアを押し付けてしまった。おかげで俺たちはナタリアの乳母から話を聞ける状態になったけど、後でアニサに恨まれそうだよ。まあこの状況を利用しないのももったいない。とりあえずアスターの屋敷へ行ってみよう。俺たちはアスターにシンクの件を報告して注意を促した後、ナタリアの乳母から話を聞いた。ナタリアの父親はバダックという名前の巨漢だったという。砂漠の師匠と呼ばれていたとも。どうやらラルゴがナタリアの父親だというのは間違いなさそうだ。とにかく聞くべきことは聞いたし、ナタリアたちを迎えに行くか。紆余曲折あったけれど、これでようやくモースのことをテオドーロさんに報告できる。揺れ足って家も買おう。で、忘れられた島。テオドーロさんはモンスのことを教え、新たにローレライ教団を立て直すと言ってくれた。そしてそこで俺たちはセブンスフォニムが大量に消費されている地点があることを聞かされた。その場所は2つあり、1つはかつて歩道があったあたりで、もう1つは常に海上を移動しているという。しかもただの船などとは比べ物にならない大きさなのだそうだ。戦争がない、セブンスフォニムを大量に消費するのはフォミクリーぐらいのものだ。俺たちはその海を動く巨大なものを探すことにした。ということで今回ね、海の捜索ですね。海を動く巨大なもの。動くものか。はい、一角クジラとか。一角クジラは大きいものでも体長30メートル程度ですわ。おお。海を動く巨大なものというには小さくありませんこと。一角クジラの子供は可愛いのよね。でも大きくなると角で人を襲うよ。これだって一応魔物なんだから突き刺さっちゃう。やはり戦艦ではありませんか。最近ではかなり巨大なものもあるそうですが。まあな。だがさすがに1000メートル級になるとまだほとんど出回ってないらしいぜ。まあ巨大なのだから海を見ていれば見落とすことはないでしょう、うん、空から追跡していいのかな。海を見てると眠くなるんだよね。まあ仕方ないか。さて参りましょう。正気が出るとはな。この町はもともとクリフトを呼びましたから多少の正気は平気でしょう。蓄積すると怖いけどね。セーブしたいけど。あれもうティアあれかな、教えてもらえないのかな、この人から。技。あう。何もない。よし。じゃあ、セーブして先に今日は進みたいと思います。海を探す。巨大なもの。もしかしたらあれかもね。大陸ぐらい大きいのかもしれないね。よいしょ。やっぱりもうここにいた人いなくなっちゃった。なんだよ、散々物あげたのに。さて参りましょうか。一発で分かる大きさとかだったらいいんだけどね。よし、行くぞ。え？なんか浮いてるかな？あ、あれ？あ、すぐ近くにあった。びっくりした。あれ？島が動いてないか？浮島？物理的にありえない。あの島、見覚えがある気がするんだが。降りてみませんこと？もしかしたら何かわかるかもしれませんわ。そうね。おじい様の言っていた。セブンスフォニムを大量に消費している施設ってあの島かもしれないし。あったな。入ります。やっぱり覚えがあるんだが。ホドとかもしかして。エレス島ではありませんか。エレス島。ホド消滅の影響で津波に潰された。そうだ、ホドの対岸にあったあの島だ。フェレス島？ホド諸島の島だよ。ホドがあった頃は交流が盛んだったんだ。でもいくら津波に襲われたとしても
陸が浮島になるなんて。ええ、おかしいですわ。自然現象とは思えません。何かあるってことだよね。奥へ行ってみよう。なんだか嫌な感じがするな。気をつけていこう。フェレスト廃墟群。はい。お、セーブができる。セーブしてこう。よし、行きまーす。普通に敵も出てきそうだね。廃墟だし。パイン組欲しいんだけど、ちょっと。さあ、どっちから行こうか。あ、やっぱいるね、敵。入れない。上は？あ、登れるね。あ、行き止まりかな。この先は行けないですね。でもあっちに高箱あるんだよな。なんか音楽が悲しい。ホドと一緒に消滅した島ってことですね、言うなれば。このフェレス島ってところは。どっちだ？おっと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 。レアガードと、ウィングボトル。お、ウィングボトルありがたい。ここで行きの回りかな？よしよし。レアガード。誰の装備かな？あ、やっぱ、ティアだね。OK。反対方向も探索行きましょうか。いや、あそこのパイン組欲しいな。こっち側。普通に兵士みたいなのいるんだけど、あれなんだろうね。オラクル？扉の鍵を閉められた。え？扉が閉まっちまったぞ。え、こいつと戦わないといけない感じですか？鍵がかかってる。だよねー。はい。じゃあバトルしましょう。わかってるっつうの？やっぱ強いのか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これでも食らえ！食らえ！一回逃げようか。追っかけてくる。ガイさん、ガイさん、ガイさん大丈夫？ナイス。よし。よし、ナイス。装備品全然買ってないからな。さすがにちょっと武器弱いかな、これ。お別れ。オッケー、ナイス。ま、頑張った方でしょう。これで鍵が開くと、あ、開いたね。開いたみたいだ。敵を倒せば解除される罠に覚えておきましょう。はーい。こっちも出れるようになる。オッケー。じゃあちょっとね、探索してこようかなと思います。あ、裏側。行き止まり。フェレストの悲劇。津波で町がこんなにもボロボロになっちまうのか。水の力は恐ろしいのね。ミオは泳げないですの。また津波が来たら大変ですの。今は大丈夫だよ。それにアルビオールもあるし。うん。この町の人々はほとんど助からなかったでしょうね。ホドの消滅はホド以外の場所にも影響があったんだな。うん。アクゼルスも。にゃーにゃー。東日本大震災があったからすごいその恐怖がわかるわ。よいしょ、上に登って、ちょっと高いところに来たな。あ、これ高い箱じゃない？え、取れない。あ、違うかな？奥行きが難しいよな。わからんわ。
ファイヤー、ミュアタックとかで取れるわけじゃない。これなんだろう、なんか宝箱っぽいけど違うのかな。あ、調べる。おお、橋ができた。そうさ、ここは4階です。何階に行きますか。5階。あ、なるほどね。開けて、お、グミだ。パイングミ欲しいな。3階下に置いてってみよう。ここは特に何もなさそう。2階、一番下に降りる。あのスイッチ何か当てて切り替えられそうだな。ミューファイヤーかな。ファイヤー、よし。この中に入ると、わあ、また戦闘。え、これ2回やる感じかな、戦闘。はい、こいつはやばいな。数の暴力。あー、またピヨピヨする。ガイさん、よいしょ、スーパーやってる。よし、ガイさんと同じ適応に当たる方がいいかな。ちょ、よし、ふふふ、ナイス。よいしょ、怖い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 。よいしょ、あ、すごい、なんか風のふわふわめっちゃ出るな。で、ティアもティアリーサークル、オッケー、素晴らしい。よいしょ、いやー、キノコのところよりは戦闘楽だな。ナイス。手段を選んじゃいられないんだ。あともう一回か。はい、行きましょう。うん、戦うのでいいか。ガイさん、奥の敵いきます。行くぞ、行け。あ、ちょっと、あ、FF いける。 FF よいしょ、OK。 で、ヒオウギ、奥義好き。こう奥義してからの A ボタン長押しで奥義出るんですけど、カットイン入るのいいですよね。オッケー、よし、鍵開いた。あれ、これ上の階段、階段っていうか梯子登るの、ここ。はいはい、ボス戦になりそうで怖いなぁ。絶対6人称か誰かいるよね、この奥。あ、あー、回復ポイントあるってことは、先ほどから同じような建物が続きますわね。うん、そういえば確かにそうだな。なあガイ、どうして似たような建物ばっかりなんだ。ん、ああ、俺も詳しくは知らないんだが、確かこの町は一人の建築家が全てを監修したって聞いてるな。その建築家の名前が島にも付けられたんだ。で、フェレスと。なら、その建築家はフェレスというのね。ああ。確かここの統一された美しい町並みが当時の皇帝にも気に入られて、グランコクマの建築様式にも影響を与えたとか。なるほどね。何がなるほどねえだ。あんたの方が詳しいだろう。いえいえ、とんでもない。説明役なんてまっぴらです。嘘だ、結構説明してるくせに。だからなおさらごめんなんですよ。私しか知らない知識ならともかく、一般教養は他の人にお任せしたいですね。体力を消耗してしまうので。そういうこと。そんなに疲れることではありませんでしょ。何分年寄りなものですから。よく言う。ほんと、ジェードはさ、綺麗な小安さんだったよね。ほんと、めっちゃ疑ってたけど。
絶対こいつ裏切るって思ってたもん。ちょっと、めたい理由からね。これはね、本当にね、綺麗な小安さんでしたわ、ジェイドは。もう多分疑う要素ないからな、ジェイドに対してはね。え、どっち行くんだろう。下も行けるね。下に行くと、わお！じゃあちょっとね、この辺探索しようと思います。どうした、ルーク？ん？いや、綺麗な街だったんだろうなって思って。うん。そうだな。もうかすかにしか覚えちゃいないが、大きな港があって活気のある街だったよ。なるほど。そっか。忘れられた向こうの島。アリエッタ、あ、そっか、ここアリエッタの故郷だったんだよね。あ、っていうか、上の方が正解ルートかなって思ってね、ずっとこう下の方行ってたんですけど、どうやら下の方が正解らしいな。ちょっと一回上に戻ろうかな。結構戦闘やったんだよね。よいしょ。で、こう行って、こう行ってですね、ちょっとあの回復ポイントに戻りたいわ。どうやらこっちが正解らしいな。よし。でもさ、これがさ、もしレプリカの島だったとしたらさ、もうちょっと綺麗に作ってあげてもいいんじゃないかいって思わん？どうなんでしょう。よし、セーブして。OK。で、こっちかな？まだ。あれ？ここは見たんだっけ？もう。あ、アップル組なんだ？ここお宝だけか。あ、なに？この床もろそうだな。ちょっとした衝撃で崩れそうだ。あ、じゃあミューアタックか。ウィング。あ？よし、オッケー。あ、宝箱は、あー、全部グミか。アップルグミは持ってるんだよな。よいしょ。下に降りる。ここは特にお宝とかはなしで、ここから出ると、普通に兵士さんがいるね。これどっかとつながるのか？あ、お、スペクタクルズ。アイテムだね。この辺も、探索ができそうですね。ちょっとここも探索しようかな。結構長いダンジョンだ、思ってたより。さて、探索してきました。では、ここより奥に行ってみようと思います。はい。宝箱ないね。なんかいけない。兵士からなんか鳥みたいな敵が増えたんだけど。ないね。お、この奥になんかいるっぽいぞ。まだか。はい。おう！もうちょっと探索しないとダメっぽいな。もうちょっと続くっぽいので、では、カットしましょうか。仕方ありませんね。迷ってイライラ。似たような建物ばかりで、今どこにいるのかわからなくなりそうですわ。何言ってんだ。さっき右の方から来たんだから。今度はまっすぐ行って左に。違うわ、ルーク。さっきは左の方から来たのよ。あれ？あれ？ルーク、野生の魔物が基礎本能を失ってはただの家畜ですよ。おい、誰が魔物だ？つか何が家畜だ？家畜は自分のくせに。ガイ。あ。何か言いましたか？いえいえ、ピオニー陛下のブーサギね。ピオニー陛下のブーサギの名前が何だったかなんて、そんなこと言ってません。
珍しく言葉に詰まったぞ、ジード。さて、もう一つね、セーブポイントがありました。はい。この階段を登った先が、最奥部だと思うんですが、こっちは特にないかな。よいしょ。戦闘はもう十分だ。たくさんだ。あ、ここの回復ポイントは回復しないのね。なるほど。よし、じゃあちょっと、行くか。あ、ちょっと待って。誰かいたぞ。誰かいる。うん。その声は、アニス。あ、アリエッタ。ここはアリエッタの大切な場所。アニスなんかが来ていい場所じゃないんだから。フェレス島が大切な場所だって、どういうことなんだ。ここは、うん、アリエッタが生まれた町だから。そう、なんか言ってたよね、アリエッタね。なんだっけ、アニスの裏切りの時にさ、リグレットとアリエッタが対峙したと思うんですけれども、速攻だったような気がする。なんか言ってたよね。アリエッタの家族はみんな洪水で死んじゃって、うん、アリエッタのことはライガママたちが助けてくれた。ずっと寂しかったけど、ある日バン総長が来てアリエッタを仲間にしてくれたの。いや本当にこの子悲惨なんだけど、生まれが、あとそれまでの人生が。大切なものをことごとくみんな死んじゃってるからな、大切な人たちが。沈みかけてたフェレス島をこうやって浮き上がらせて、うん、アリエッタのための船にしてくれた。バン総長も六人称のみんなもここをベースにするって何度も遊びに来てくれた。兄さんたちはここを本拠地にしていたのね、うん、それならフォミクリー施設もありそうですね、うん、レプリカの機械ならあるよ。あ、アサリュ教えちゃっていいの。アリエッタの町を復活させてくれるって約束してくれたもん。それはまやかしだわ。レプリカは本当の家族でも家族の代わりでもないのよ。そんなことない。そこにいるルークだってアッシュの代わりじゃない。イオン様もアリエッタのこと分かってくれた。携帯ブーってなった、ごめん。バン総長に協力してた。イオン様が変わっちゃったのはアリエッタの代わりにアニスがフォンマスターガーディアンになったから。それは違う、うん、お前は先生に騙されてるんだ。そう、本当のイオンは得意、オリジナルイオンは得意なくなってるんだよね。ルーク2年前に。黙ってて。なのにアニスはイオン様を裏切った。何、ここで決闘するっていうの。場所は立ち会い人のラルゴが決めてくれる。ラルゴからアニスに連絡が行く。ゲッ、ちょっと待って、ってことはラルゴとも会うことになるよね。やばいじゃん、お父さんに会っちゃうじゃん。ナタリアのパパ、実のパパに。あ、いやー、アリエッタかわいそうだな。イオン様とバン総長のために戦ってた。だけどもイオン様はいない。うん、敵を取るためにも、うん、アリエッタは負けないから。え、正直さ、アリエッタ応援しちゃうんだけど私。なんでアニスこんなアリエッタの前でオラオラすんのかな。バカみたい、あの子騙されてるのに。あ、そうだけど、アリエッタの話が本当ならここはバンが使っていた設備の一つだと思っていいでしょう。うん、そうですわね。もう少し調べてみましょうね、アニス。うん、ごめん、ちょっとアニスの好感度がヒューンって、もう音を立てて落ちてるんだけど私の中で。ヒューンって。なんかなんだろうな、アニスがどうこうというよりもアリエッタが不幸すぎて、なんかそっちの方に感情移入しちゃうっていうのが正しいかな。これはフォミクリ？驚きました。かなり大規模なものです。しかも稼働しています。うん、そうか、ここでレプリカを作ってるんだな。破壊しようぜ。家もおじいちゃんたちもここで作られたのかもしれないんだね。そうだね。止めましょう。セブンスフォニムの現象が少しはマシになるかもしれません。うん、ああ、これ以上レプリカを増やしちゃダメだと思う。レプリカなんて俺一人でたくさんだ。うん、ルーク、やめろ。どうしてそんなことをする。マリー姉さん、ガイのお姉さんのレプリカね。我々の仲間が誕生するのどうして拒む。我々はやがて天の大地に新しい住処を与えられる。我々の邪魔をするな。あなたたちはそれでいいんですか。
望まれて誕生したわけじゃないんですよ。そんなことはない。我々はモース様に求められて誕生した。てかこの衣装ちょっとエロいね。女の人が着るとセクシーなんだけど、ちょっとこの体のラインがピッチリしてるっていうか。あなたがそうおっしゃるならそうなのかもしれません。でもあなた方が住むという天の大地が完成したら、オリジナルは殺される。我々を望まぬ者が殺されようと我々は知らぬ。バカなことを言うな。オリジナルがいなければ俺たちはレプリカは生まれないんだぞ。だからどうだというのだ。生まれた以上オリジナルに遠慮することなどない。ルーク、あなたは少し彼らを見習った方がいいわね。自信だよ。アッシュがお前にイラつくのもピオニー陛下への苦手意識もそいつが欠けているからだ。自信がないからってことか。傲慢なまでに生存本能と言ってもいいわね。もっとも昔のあなたにはあったものよ。そうだね、髪を切る前ね。我々を傲慢だというのか。ええ、そうよ。あなたたちの言葉、いつかあなたたち自身に跳ね返るかもしれないわ。その時も同じことが言えるのかしら。大変だ。モース様が我々を残したまま計画を。フリングズレプリカだけど。おやや、あ、大陸が。レプリカだけの島じゃない、島じゃない、なんだこれ。浮いてるんですが。あ、やっぱ大陸か。レプリカ大陸。今こそ神聖オーライトダムを立ち上げる時だ。さあ準備に入れ。わお、どうなってるんだ、あれは一体。モース様、我らも神聖ほどに迎えてくださる約束では。神聖ほど、じゃああれはほどなのか。なるほど。我々はどうしたらいいのだ。レムの塔へ向かおう。そこがモース様との約束の場所だ。必ず迎えに来てくださる。レモンと。しかし島の航行装置はフォミクリーと共に壊されたぞ。このまま海流に乗れば陸にたどり着く。そこから歩いていけばいい。さ、声も一緒っていうのが辛いよな。よ、まあそりゃそうなんだけど。そのように伝達しよう。行っちまった。どうする、あの人たちをこのままにしておくのか。俺にはモースがあの人たちを受け入れるとは思えないけど。ま、私なら見捨てますね。レプリカ情報さえ残っていればわざわざ彼らを搬送しなくても無限にレプリカを作れる。では彼らは行き場がなくなるのでは。そうですね。ですが彼らがその事実に気づくのはまだ先のことでしょう。それまでほっと、あの人たちほったらかしとくの。モースを信じてるからな。なあ、あの空に浮かぶ島は本当にホドなのか。そうだとしたらあれはバンの計画していたレプリカ大地ってことになるぜ。そうそう、上陸してみればわかるんじゃない。危険な気もしますが、まあいいでしょう。よし行くか。ノエルに頼んであの空に浮かんでる島へ行ってもらおう。よ
よし、ということでごめんなさい、ちょっと長くなっちゃったんですが、今回はここで終わりにしておこうと思います。ちょうどセーブポイントもあるしな。あ、じゃあ、いや、セーブして終わろうかな。じゃあ次回ね、突如出てきたあの浮島に向かって、はい、進んでいきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。